この楽器はシメオネ・モラッシ1989年の楽器、非常に珍しいと思います。シメオネが今50歳ぐらいですので、22、3歳の時に作った楽器ということで、ほとんどですからお父さんのジオバッタ・モラッシのスタイルで作ってます。その当時アシスタントしてたような時代だと思いますので、ただ私がそのモラッシジオバッタ・モラッシお父さんの方の1970年80年その頃の楽器がいいという、今非常に高価なものになってると思うんですけど、その楽器を弾くとやはり、ジオバッタ・モラッシのお父さんの方はやっぱり音硬いですね。20年30年引き込めば変わってくると言われてるんですけど、もう30年ぐらい経ってるわけなので、でもやっぱりかなり硬質な、やはりモダンイタリーに通じるところは非常にあるんですけど、やっぱ硬質な楽器だっていう感じなんですけど、このシメオネ・モラッシはスタイルは本当お父さんそのものなんですけど、音に関してはもうシメオネ・モラッシやっぱりお父さんとは違うものを持ってたんじゃないかなと。私はこの楽器はそのお父さんの硬質なものよりももっと深みのある良さを持ちながら、もっとこなれた感じがよく出てるんじゃないかと思います。これは今後やっぱり20年30年と経ったら本当のモダンのもうすでに色合いとかですね、かなりニスが退色して、モダンイタリーの雰囲気になってるんですけども、本当に今後10年20年30年と経っていけばモダン、本当にモダンになるんじゃないかという非常に注目しているわけです。それではちょっと音を聞いてみましょう。ありがとうございました。ちなみにこの弓は、今使用した弓はジャン・ジャック・ミラン、こちらもセールの 20% オフのところに出ております。いや、カツカツ感がないですね。全然モダンイタリーの芯がね、モダンイタリーじゃないですけど、新作なんですけど、柔らかいですよね。柔らかいけど音の様子の弱さがないっていうか、弱さじゃない。これは本当に言ってなんですけど、今のシメオネモラシに見せてあげたい。ああ、なるほど、わかりますね。なんかお父さんのいいやつの楽器に似てますよね。モラッシのいい楽器っていう。だけどモラッシのいい楽器はさっき言ったようにもっと硬いです。もっと硬いですよね、もっとその根っこねこなれてて、でもっと引き込むとこれは、そのね、引き込んでダメなやつもいっぱいあるけど、これは引き込むっていうか、その引かれてないんで、もっとなんかこうなってきますよね。でこの音のやっぱ綺麗さとこのソフトな感じと、まあイタリアのやっぱり楽器買うならこういうの楽器買ってください。そうですよね、通販番組みたいな。そうそう、なんかね、どんどん互いになんか表面合ってるだけみたいな感じになっちゃうのがあれですけど、嘘みたいなね。これはでもやっぱりバイオリンの音ってこういう感じですよね。